ケーリングランプリ93は1993年12月30日に立川競輪場で開催されたケーリングランプリである。優勝賞金3560万円。前年度優勝、1年中安定した強さを見せつけ競輪祭で優勝した吉岡稔新と地元開催のオールスター競輪で悲願の GI 初優勝を飾った。神山雄一郎との対決が大きな注目を集めた。また高木貴弘、海田和弘といった若手選手が GI 優勝により初出場を果たしたほか、田原信之がこの年すべての GI の決勝戦に進出する安定した成績を残し出場を決めた。レースは高木鈴木、滝沢、新山豹、海田松本、吉岡井上の4分戦。打賞後、海田松本が先頭に立ち、その後ろは難関ラインが崩れ、高木滝沢の並びとなる。最終ホームで、吉岡井上のラインが一気にかまし、最終バックで吉岡が先頭に立つ。2センターでは、吉岡井上松本海田、高木滝沢の並びとなった後、最終4コーナーで、高木が仕掛け、その勢いに乗った滝沢が吉岡と高木の中を割り、ゴール寸前で捉えて優勝した。立川競輪ウェブサイトの競輪グランプリ優勝者、一覧。ありがとうございます。